J-WAVE ラジオドーナツ。ここからの時間はアーツカウンシル東京クリエイティブファイル。アーツカウンシル東京のさまざまなプログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などを紹介していきます。はい、今日はスタジオにアーツカウンシル東京の森隆一郎さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。あれさん、森さんはね、割といつもねご登場になっていろいろこうイベントとか紹介してくれてるんですよ。準レギュラー。もう準レギュラー。準レね、準レギュラー。いやいや、じゃないですね、出場回数で言えば。そうですね、はい、で今日はどんなお話でしょうか。今日は映画の話をしたいと思います。はい、はい、アーツカウンシル東京では2010年からベルリン映画祭と提携した若手の映画人を育成するプログラムを行っています。はい、はい、これまでの6年間で、うん、そこから巣立った方々が世界で活躍してますので、まあ、その一端をご紹介したいなと。そんなプログラムあるんですね。そうなんです、うん、はい、タレンツ東京っていうんですけれども、はいはい、タレントってことですよね。そうですね、まあ、タレントの複数形、うん、タレンツ東京。そうですね、はいはい、タレンツ東京で、これはベルリン映画祭の中にあるベルリナーレタレンツという、ものがありまして、うん、これの唯一のアジア版として提携して開催しています。世界でも行われてるんだけど、アジア版は東京で行われてる。そうなんです、はい、映画祭などのフェスティバルっていうのは作品を上映するだけではなくて、こういう人材育成のプログラムですとか、うん、あとネットワーキングのためのパーティーとかシンポジウム、うんうん、あとそれから作品の売買をする、マーケットなんていうのがこう併設されてるね。では、ね、うん、まあことが大事なんですよね。そうですね、うん、っていうのがまあ多いと思うんですが、はいはい、このタレンツ東京は、東京フィルメックスという、まあ、11月にやってる映画祭がありまして、はいはい、この映画祭の期間中に行われるプログラムです、うん、はい、で、まあ、その修了生がその後のフィルメックスのコンペティションの方にこう作品を出品するというような流れを作っていこうと。うん、夢がありますね、その若い人たちにとっては。そうなんですよ、うん、でアジアで唯一っていうふうに言いましたけれども、はい、これアジア各国からその若手の映画人が集まるプログラムなんですね、はい、東アジア東南アジアと。そういうことか、はい、なるほど。具体的にはじゃあ、そこ集まるとどういうことが起こるんですかね。はい、まあ、若手の監督とあとプロデューサーも参加できるんですけれども、はい、大体12名から15名ぐらいの少人数制でやってまして、うん、で講師陣の方は、まあ、アジアヨーロッパから、実力派の映画監督やあとプロデューサーバイヤーワールドセールスを担当している方などなど、その現場で映画を実際にこう、うんうん、市場に出したり、うん、市場に出したりしてる人たちがやってくると、はい、そうなんです。で、全部で6日間やるんですけれども、こう毎朝10時から夜9時過ぎまでみっちりとプログラムが、うん、なるほど、すごいですね。濃厚だな。それもアジア中から集まってきた人たちがそれをみんなで受ける。そうなんです、講習受けるわけですよね。そうです、ただレクチャー聞くだけじゃなくて、うん、このそれぞれ、まあ、監督ですとかバイヤーの人とかから、うん、こうワークショップ形式で膝つき合わせて自分の映画についてのこのみんなこう話をして、お前の映画が弱いとかもっとこういうところディスカッションもする、はい、うん、そういうのもあるんです。でこれがずっと6日間ずっと続けて、しかも宿泊がですね、はい、相部屋で、おで、まあ、参加者に聞くと、うん、いやもう毎晩飲み会ですと。いやだってプログラム自体が21時過ぎまであって、はい、ね、それからまたみんなやってるわけだ、はい、まずは新宿とかに行くそうなんですけど、うんうん、でそれでまた終電で帰ってきて、で相部屋のもんですからまた飲んで、まあお腹すいたから始まってご飯食べようかがちょっと一杯ビール。いやでもやっぱりそのままですよね。国際的に集まってるからやっぱその交流は大事ですね。そうなんですよね、うん、まあ、あまりここのところで広げてもあれなんですけれども、はい、そういうことをやってるんで、それだけでなくて先ほどのそのワークショップみたいにしていろいろプランを話していくっていうふうに話しましたけども、うん、最終日には参加者一人一人が自分の映画の企画をプレゼンをすることになってるんです。でこれは5分でやらないといけないんですね。はいはいはい、はい、まあ、そういうトレーニング的なことも、はい、兼ねてると、はい、いうことなんですね。はい、で修了生の方結構もう活躍されてるんですよね。そうなんですよ、まあ、これは企画をブラッシュアップする、まあ、合宿みたいなもんですけども、はい、翌々年ぐらいに本当にそれを映画にして、うん、まあ、国際映画祭に出品していくわけです、はい、でその中でも例えば、日本人の監督ですと平柳敦子さんという方と、それからこのタレンツ東京で出会った曽我真澄さんというプロデューサーで、うん、コンビで作った映画で
オールーシーっていうのがあるんですが、はい、これはあの桃井かおりさんが主演で、うんうんうん、なんとカンヌ映画祭のシネフォンダシオン部門第2位というですね、これ日本人初、素晴らしい実績、これ、まあ、学校の卒業制作として作った映画なんですけどね。なるほど、まあ、そんなことが起こってると。ちょっと待ってくださいね、はい、あのこれアジア各国から、ま、皆さん集まって、はい、そうやって講習受けたりとか、うん、ディスカッションしたりするってことは、はい、英語ですか。さては英語です。さては英語ですよね。これね、講義もそういうのも全部、はい、うん、やっぱ気がつきますよね。そうですね、はい、そうなんです、全部英語なんですこれ、うんうんうん、で、まあ、っていうのはやっぱり国際共同政策ですとか海外マーケットに勝負していくとなると、この英語で自分の作品を説明できないと、うん、もうその先いけないわけですよね。まあそうですよね、はい、うん、まあ、こればかりは避けて通れないと、うん、で残念ながら日本人のエントリーが少ないんですよ。ああそうなんだ、東京開催なのに。そうなんです、うん、東京に住んでる外国の方とか、あとやっぱりアジアからの外国の方が多くなっちゃうんですね。そうですね、まあ、映画関係の仕事してたり、うん、目指してたりとか、まあ、あとシンガポールとか香港とかって英語を使ってますしね、うん、もちろんね、フィリピンもそうですよね、うん、そうか、日本人は少ないと。少ないんです、うん、はい、なんだかもったいない気もしますよね。もったいないね。そうなんです、はい、でちょっと今日声を大にして言いたいのは、うん、このプログラムは英語ももちろん大事なんですけども、もっと大事なのは映画なんですよ。うんうん、それはそうだ。英語じゃなくて映画、うん、はい、でこれエントリーをそろそろ受け付け始めるんですが、ウェブで受け付けるんですけれども、この応募フォームに英語で記入していただきます、うん、はい、でさらに監督は15分までの長さの、作品をアップロード。すでに作品がある人ってことですね、監督さんは。うん、まあ、15分フルフルでもいいし、うん、オムニバスで組み合わせてもいいし、このために撮ってもらってもいいです。なるほど、はい、15分まで、はい、15分まで、はい、で、プロデューサーの場合は過去の自分のプロデュース作品を詳細にレポートを書いてもらうというのがあります、うんうんうん、でさらに、今回これに応募するにあたり、企画したい、ものですね、内容を、5ページまでで英文で書いてもらうんですね、うん、はい、でこれが最終日に5分でプレゼンするという企画の、まあ、ベースになる、元になるわけですね、はい、はい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 、そうか、まあちょっとね、ややハードルがある気もしますが、本当もったいないですねこれね。そうなんです、すごいチャンスなんです。そうですよね、世界に羽ばたけるチャンスだからね、はい、そうなんです、はい、あとそれこそ英語ってやっぱりこう6日間もあって、慣れてくれば慣れてくるほど自然と出てくるので、もうアリスさんそう言っていただくとね、本当に、うん、いや絶対そうですよ恥ずかしさがなくなれば絶対喋れますからね。あ、本当にそうで、うん、さっきも映画が大事だって、つまり情熱が大事で、もうブロークンでも何でもいいんです、うん、とにかく自分の映画を世界に出したいんだと、うん、この情熱で応募していただきたいと、はい、はい、ということで皆さんぜひエントリーをということでございますね、はい、エントリーのスタートが5月15日、はい、そうです、で、6月15日の締め切りということなので、はい、まあね、ぜひですね、タレンツ東京、こちらのウェブサイトチェックしていただいて、リンクラジオのホームページからも貼っておきますので、皆さんね、参加してほしいですね。はい、ぜひよろしくお願いします。情熱家に集まってほしいですね、うん、はい、はい、皆さんお待ちしております。というわけで今日はアーツカウンシルの森さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。